イドリース一世は、リビア王国の国王。ムハンマドイドリースとも、初代にして、最後の国王である。1952年に発行された、リビアのゴピアストル紙幣に肖像が使用されていた。若い頃のイドリース一世、オスマン帝国領のキレナイカで長年サヌーシー、教団を率いてきた、サヌーシー家に生まれる。 サヌーシー国家の将来の国王となるべく育てられたものの1911年の井戸戦争でリビアはイタリアにより植民地化された。サヌーシー教団はイタリア支配に抵抗し第二次世界大戦では数軸国の一員として参戦したイタリアに対して連合国側について戦ったが1943年にイタリアが敗戦した後のリビアは イギリスとフランスの共同党を治療とされた。このため、ムハンマドイドリースは、長年、総主国の下で、キレナイカ地方でのある程度の自治権を認められていただけであり、原種の地位につくことはなかった。しかし、国際連合の決議により、キレナイカとトリポリタニア、フェザーンの三州による連合王国が、 イギリスより独立を果たした九百五十一年十二月二十四日、リビア国王に即位し、その後石油収入で潤うことになる同国の国王として君臨することになる。エジプトのナーセル大統領と会談するイドリース一世即位後は、冷戦下において、旧宗主国のイギリスやアメリカと緊密な関係を保ち続け、アーマンド・ハマー率いるオクシデンタル・ペトリウムや、 ロイヤルダッチ・シェルなどの両国の石油関連企業が、同国内で石油の掘削を行う、際の貢献人的立場となり、西側諸国への安定した石油供給に協力し続けた。しかし、そのような親西側の態度に反発した、ムアンマル・アル・カッザー・フィリク軍隊とその同志が、イドリース一世が、病気療養で、トルコに滞在中の1969年9月1日に、 無欠のクーデターを起こしたため、亡命を余儀なくされた。その後しばらくの間トルコに滞在し、さらにリビアの隣国のエジプトに亡命し、1983年に死去した。リビア内戦では、ハンカダフィ勢力や野党側の象徴として、王国時代の国旗や、イドリース一世の写真が掲げられた、イドリース一世の死後、 カッザーフィーに対するリビア国民の不満が爆発し2011年、リビア内戦が発生。リビア国民評議会は王国時代の国旗を使用しており、2011年8月首都トリポリを制圧して事実上リビアの代表政権になった。ありがとうございます。